ルールを守ることの大切さを再認識してもらおうと、スタントマンが事故を再現する交通安全教室が小松市内の中学校で開かれました。ものすごい衝撃音で怖いと思いました。このような見通しの悪い交差点ではしっかりと左右を確認することが大事だということですよね。このようにどうしたら交通事故が防げるのかしっかりと学んでいきます。この交通安全教室は事故の衝撃や怖さを生徒に実感してもらい、交通ルールを守ることの大切さを知ってもらおうと、JA 小松市が警察などと連携して行いました。今日は小松市にある路上中学校の生徒およそ500人が参加しました。まずスタントマンがルール違反によって引き起こされる自転車の事故を再現しました。実際の事故は自分の思っていることより、結構怖くて大きなことなんだなと思ったので、これからもしっかり気をつけていきたいと思いました。自転車は私がいつも乗っているので、改めてヘルメットの着用や左側通行とかを気をつけようと思いました。安全教室では代表の生徒がルールを守った正しい自転車の乗り方を見せる場面もありました。路上中学校では7割程度の生徒が自転車通学をしているということです。